はい、どうも皆さん、こんばんは。今回はですね、まあそろそろね、開幕が直前に迫っております、ベストオブザね、スーパージュニアに関してのお話を、まあ、していこうと思うんですけど、まあその前にですね、ちょっと告知をね、簡単にさせていただきますと、明日ですね、5.10 の水曜日の19時から、久しぶりにね、生配信というのをちょっとやろうかなっていうふうに思ってます。ちょっと時間を作ったんで、1時間か2時間ぐらい、生配信をね久しぶりにやろうと思います。でテーマは一応その3つ決めまして、まあ、1つ目が、ジョン・モクスリーの帰還で、2つが、ファンタズモのベビーフェイス化についてで、3つ目こちらが、辻陽太選手についての話、この3つをテーマにねちょっとまあ生配信やっていきたいと思いますので、明日の19時、 5.10 の19時から、ぜひねお時間がある方はたくさんのご参加をねお待ちしております。まあ、そんなね、ことも告知しつつ、今回はまあ開幕直前に迫りました、BOSJ ベストオブザスーパージュニアに関しての話を、ま、していこうと思うんですけど、まあ、このベストオブザスーパージュニアが始まるにあたりまして、新日本プロレスの公式サイトからなんかこう面白いね、企画というか、その歴代ファンが選ぶ、歴代のベストオブザスーパージュニアの、好きな試合ベスト、30っていうのが、まあ、発表されたんですよ。で、そのうちの、トップ5というのを今回中心に扱っていこうと思うんですけど、まあ、そのトップ5っていうのはとりあえず、まあこちらになるんですよ。はい。まあ、5位が、リコシェ VS ウィル・オスプレイ。4位が、エル・サムライ VS 金本浩二。3位が、ロビー・イーグルス VS エル・ファンタズモ。で、2位が、ウィル・オスプレイ VS 高木慎吾。そして1位が、高橋ヒロム VS エル・デスペラー。エル・デスペラードですね。はい。ということなんですけど、まあね、この5試合についてちょっと僕はね、個人的に、まあ思ったことというか、その感想というか魅力をまあ語っていこうと思うんですよ。で、まず、この5番目ですよね。5番目の、リコシェ VS ウィル・オスプレイの試合なんですけど、まあ、これは本当にね、僕非常に、覚えているというか、もう、なんていうかね、この試合って本当に、なんか一種の革命的な試合かなっていうふうに思ってるんですよ。で、このリコシェ VS、ウィル・オスプレイの試合っていうのが、ちょっと他の試合とはもう化色が違って、圧倒的ハイフライヤー同士の二人、これ当時の、オスプレイ選手って、まあ、ジュニアになったばっか、ジュニアの時代なんで、もうバリバリのハイフライヤー。で、リコシェ選手というのは、本当世界的に見ても、トップレベルのハイフライヤーっていうことで、本当世界最高峰の、トップレベルのハイフライヤー同士の、まあ、一戦だったわけなんですよ。で、この試合もちろん試合内容もすごくて、まあ、オスプレイ選手は勝ったんですけど、まあ、この試合何がすごいって、この試合の、まあ、一部のこの映像ですよね。そのなんか最初に、リコシェ選手とオスプレイ選手がなんかこう一緒にこうぐるぐる飛び回って、最後にこうスタッと一緒に着地してスッてこうポーズ決めるっていう、まあところがこうなんかギフ映像とかでツイッターに流れたんですけど、それがなんかすごいこうバズって、プロレスと全く関係ないとこですよね。全く普段全くプロレスを見ないような方々にも、このリコシェとオスプレイの試合の映像が流れて、何この二人、なんか、これ最近のプロレスこんな感じなのとか、超かっけえとか、これ打ち合わせしてんのみたいな、いろんな反応があったんですけど、まあとにかくものすごくバズったんですよ、これ本当に。普段のプロレスからは考えられないぐらい大バズりして、結構このギフ映像って、まあ、そのプロレスの中でも有名になって、なって、まあ、そのイブシコータ選手が、なんかそのオスプレイ選手に、なだれ式のこう、なだれ式フランケンシュタイナーして、なんかオスプレイ選手がそれをこう、そのままくるって着地して、イブス選手が超ビビるっていう、なんかそのギフ画像もすごい流行ったんですけど、まあ、それと同じぐらいの、まあ、有名な画像、有名な動画として、有名な映像として、まあ、この5位のこの試合残ってるんですよ。で、やっぱそれぐらい、まあ、世間に与えるインパクト、イメージが、まあ、非常に強かったのがこの試合であると。で、この試合に関しては、非常に、まあ、その賛否分かれたというか、非常にやっぱこう、いい試合だっていう人もいる一方で、なんかその、まあ、そのレスラーの間では、いやこれはもうプロレスじゃねえよと、こんなただの組体操じゃんとか、機械体操じゃんとか、いやこれ完全になんか打ち合わせしてますやみたいな、なんかそういうまあ批判もあったりはしたんですけど、ただ個人的にはやっぱ僕はこの試合っていうのはまさにこう世間に響くような、試合だったのかなっていうふうに思いますね。本当にもう当時最高峰の、バリバリのハイフライヤーのリコシェと、オスプレイの本当世紀の一戦っていうのが、まあ、この第5位のこの試合かなっていうふうには今現在はね、思ってますね。
で、第4位の、まあ、エル・サムライ VS 金本浩二に関しては、正直僕はこの試合ちょっと見てないので、語ることができないので、ちょっと今回はね、スルーしようと思います。はい。で、3位の、ロビー・イーグルス VS エル・ファンタズモなんですけど、まあ、これもね、僕非常によくね、覚えてます。これ多分一番直近の試合だと思うんですけど、まあ、この試合前、ファンタズモ選手の、ジュニア最後の、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア参加の、試合の最後の方ですよね、本当に一戦で。まあ、ファンタズモ選手、僕まあ非常に好きなレスラーで、ちょこちょこ動画にも上げてるんですけど、まあ、ファンタズモ選手って、まあ本当に、才能の塊、ジュニアの中で見ても本当オスプレイ選手とか、まあロビー選手とか、その辺の選手と全然引けを取らないぐらいの、身体能力と、才能を持っているにもかかわらず、まあ結構ファンタズモ選手って、まあふざけがちというか、とかこうおちゃらけてしまうと、すぐこう背中を引っかいたりとか、なんかサドンデスしたりとか、なんかそういう感じで、なんかこう常になんか手を抜いてたやつおかしいんですけど、なんかこう、才能の無駄使いをする方に才能を使ってるみたいな、なんかあんまりその、なんですかね、こう。自分の力を 100% 出すことに、力を使っていないみたいなイメージがあったんですけど、ただこの3位のこのロビー選手と、ファンタズモ選手の試合に関しては、本当にもうファンタズモ選手というのが本当ガチですよね。マジなファンタズモ選手というのを、まあ見せてくれて、マジでめちゃめちゃすごい、本当試合内容だったんですよ。これデスペアード選手自身が、まあこの試合を本当に歴代最高の試合1位に押すぐらいの、まあ名試合で、まあ見てない方はおそらくそんなにいないとは思うんですけど、もし見てない方いらっしゃったら、この試合は絶対見た方がいいです。これ結果ね、ロビー選手は勝ったんですけど、ただこの試合で本当にファンタズモ選手の評価というのが、もう一気に急上昇したイメージが、ありましたね。まあ、そんなね、ファンタズモ選手というのも最近なんかこう、本体化とかベビーフェイス化が濃厚なんで、またこのような試合っていうのを定期的に繰り返せば、ファンタズモ選手間違いなく僕はトップ戦線いけると思いますので、まあ、そういう意味でもやっぱこの試合というのは非常にね、まあ、感慨深い試合だったかなというふうに思いますね。もちろん、そんなファンタズモ選手に勝った、ロビー選手のやっぱ凄さというのもね、改めてわかりますので、非常にまあ、おすすめのね、試合でもありますね。そして、2位ですよね。こちら、ウィル・オスプレイ VS 高木慎吾なんですけど、まあ、オスプレイ選手ね、第5位に引き続いて、5位と2位で入ってるんで、まあ、それがやっぱすごいレスラーかなっていうふうにも思うんですけど、まあ、僕は正直、個人的にもし、この、ファンが選ぶ、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、歴代最高じゃ何ですかって控えたら、僕は、まあ、この2位の試合をちょっとまあ、1位にね、多分上げてました。まあ、それぐらい、この試合も本当にすごかった。で、僕はこの試合ですよ。これ両国国技館でやったんですけど、僕実はこの試合は生観感染してたんですよ。当時、一人で両国の会場行って、2階の席から見てて、この時の興行って確か平日だったんで満員ではなかったんですけど、そのジョン・モクスリー選手の初来日とか、あとまあ決勝のこの試合っていうのがまさにめちゃくちゃすごくて、まあ、会場めっちゃ盛り上がってたんですよ。で、特にやっぱりこの決勝ですよね。このオスプレイ選手 VS 高木慎吾選手の決勝戦っていうのがマジですごくて、もう本当になんかこんなこと言うとすごく失礼かも、他の選手に失礼かもしれないんですけど、もう本当にこの二人だけちょっとね、レベルが違ったんですよ。マジで。この時の、ベストオブザスーパージュニア、本当にレベル高くて、そのドラゴン D 選手とか、マーティースカル選手とか、もちろんヒロム選手とか、デスペアード選手とか参戦されてたんですけど、もう本当ウィル・オスプレイ選手、と高木慎吾選手の2人がちょっとレベルが飛び抜けすぎていて、もう完全にこの2人のもう完全に2強対決みたいな感じになってたんですよ。で、高木慎吾選手というのは当時こうドラゴンゲート辞めて、ロスインゴに今入って、そのシングルでは無敗だったと、もう完全無欠最強のなんかこう外敵みたいな感じで、で一方のオスプレイ選手というのはもうちょっとジュニアにおいては敵がいないぐらい、本当一時期の、プリンスデビット選手とかイブシコータ選手ぐらいの、まあ、本当トップジュニア選手であると、まあ、そんな二人の、対決だったわけではあるんですけど、まあ、この試合本当にもうね、すごくて、もう最初から最後まで本当に見どころしかないっていう感じで、まあ、この試合をきっかけに、オスプレイ選手と高木慎吾選手のこの名勝負数え歌黄金カードになるわけではあるんですけど、でもやっぱ今見ても、この本当に初対決のこの試合っていうのが、まあ、かなりやっぱこう僕は印象に残ってるんですよ。で、やっぱ未だに、この試合を超える内容の、ジュニアでシングルの試合ができてるかって聞かれると、まあ、結構怪しいっていう正直それぐらいのやっぱ完成度を誇ってしまっているんで、まあ、結構やっぱ他のジュニアの選手からすると、まあ、この試合やってしまったのは結構まあリスキーというか、この試合を超えるのはかなり厳しいかなっていうふうに思うぐらいの、まあ、本当にとんでもないね、試合内容かなっていうふうにちょっと個人的に今でも思ってますね。やっぱ結局、まあ、このオスプレイ選手しかり高木慎吾選手しかり、
2人ともこのジュニアを辞めて、ヘビー級に転向してて、2人ともこう IWGP 世界ヘビー級のベルトを取ってしまったんで、やっぱ本当にこの2人はちょっと当時に考えても、まあ頭2つぐらい飛び抜けた2人が、偶然こう同じジュニアにいて、同じ決勝戦で初対決したっていう、本当奇跡のドリームカードかなっていう風に、まあ今現在見てもちょっとこの試合は思いますね。そして、まあ、そんなね、2位の試合を抑えて1位になったのが、高橋宏夢選手 VS エルデスペアート選手ということなんですけど、まあ、この試合は正直ね、試合内容だけで言うと僕は、まあ、さっきも言ったんですけど、2位の方が僕は上かなっていうふうに思ってるんですけど、ただこの第1位の試合、これがなんで選ばれたのかっていうと、もう間違いなくこれはもうエモさですよね。歴史というか、まあ、そのこの試合って、まあ、宏夢選手は勝ったんですけど、まあ、その試合途中でこう、宏夢選手が、デスペアート選手のマスク全部脱いじゃうんですよ。マスクマンがこうマスク脱がされて、脱がされることは結構あるんですけど、そういう時って大体こうすぐ顔を隠すじゃないですか。でもこの時のデスペアード選手ってマスク脱がされるんですけど、いやそれがどう何かどうしたんですかみたいな感じで、もう普通にもう素顔のまま対決するんですよ。だから試合後半ってデスペアード選手ずっとこう素顔なんですよ。でその映像にももうバッチリ映ってるんで、あれデスペアード選手の素顔ってなんかあれ、あ、なんかあの三上さんじゃないみたいな感じになってるんですけど、それがなんか全然気にならないぐらいのなんか自然体というか、なんかもう本当にデスペアード選手がもう自分の持ってる全てを出し切って、しかもそれを、ヒロム選手がこう全て受け切って、しかもヒロム選手は勝つっていう、なんかやっぱほんとこの2人の歴史の集大成的な、まあ、一戦であるということからも、やっぱこういうエモスはさすがにこのオスプレイ選手と高木慎吾選手の二人では、まぁ、ちょっとまぁ出せない。やっぱ歴史、今まで積み重ねてきた、歴史とかそういうなんか因縁とかライバル関係とか、まあ、嫉妬心とかそういうのがないと、まぁ、こういうのはちょっと出せないんで、まあ、僕はちょっと初見の方に見せるんであれば、僕はやっぱ2番目の、こっちの方が単純にやっぱ試合内容がすごいんでおすすめするんですけど、やっぱこう長く新日本プレスを見て、特にヒロム選手とか、やっぱデスペラード選手のことが好きっていうファンからすれば、やっぱこの1位の試合の方がまあかなり見ていて、まあ、グッとくるもの、感情にくるものは、ああこっちの試合の方がやっぱ大きいかなっていうふうには、思いますね。まあ、っていう風にね、はい、やっぱこの第1位の試合に関しては僕はもう非常に納得です。あと個人的に、他の試合あげろって言われたら僕は、まあ、そのデビット選手、プリンスデビット選手 VS、まあ、イブシコータ選手の試合とか、あと個人的に僕はローキー選手というレスラーが、非常にまあ好きだった、まあ、好きだったというか、まあ、今でも好きではあるんですけど、まあ、当時のローキー選手がすごい好きだったんで、まあ、ローキー選手の試合とかもすごい僕は本当にね、おすすめしたいです。もし本当に多分今の方、今最近プロレス見始めた方からすると、多分ローキーって言っても誰それって感じだと思うんですけど、なんかこのスキンヘッドのなんか世界の選手ですからっていう風な外国人選手がいらっしゃるんですけど、まあ、本当ローキー選手もねめちゃくちゃいいレスラーなんで、もし見てない方いらっしゃったらぜひね、ローキー選手の試合ニュージャパンワールドに何試合かあるんで、イブシコータ選手のシングルマッチとか、プリンスデビット選手のシングルマッチとか、田口選手のシングルマッチとかあるんで、ぜひね見てほしいです。本当にローキー選手の試合も、めちゃくちゃいいです。ハイフライヤーってわけではないんだけど、もう一発一発の技の重みが、なんかもうジュニアをこう超越しているぐらいの、もうほんと当時としてはほんと異例なぐらいの重みのある技をね、使うレスラーだったんで、ローキー選手の試合も非常に、おすすめですね。あとやっぱり、まあ、ウィル・オスプレイ選手関係の試合は、まあ、基本的に全部当たりですね。まあ、っていう感じでね、やっぱこのベストオブザスーパージュニア非常にこう名勝負がね、たくさん生まれているわけではあるんですけど、まあ、今年はね、記念すべき30回目、まあ、その出場選手見ると少しなんかこう、なんていうかこう、そんなにサプライズ感、ビッグサプライズ感っていうのは、なかったんですけど、まあ、初出場の選手が何人かいらっしゃったり、やっぱこう、ヒロム選手がこう、前代未、ヒロム選手の4連覇かかっていたりと、やっぱ見どころは非常に多いかなっていうふうにも思いますので、まあ、今年のね、ベストオブザスーパージュニアも非常にね、期待したいかなって風には思っております。というわけでね、まあ、今回のお話はこの辺りにしようと思うんですけど、まあ、ベストオブザスーパージュニアね、これから始まりますんで、まあ、そんなベストオブザスーパージュニア楽しみつつ、その後にはね 6.4 大阪城ホール、そして 6.9 のオールトゥゲザーと、本当盛りだくさんでございますので、プロレス界は皆さんね、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。というわけでね、今回のお話は以上になります。動画で会いましょう。以上。